若島和美は、日本の右翼活動家。長崎県上五島出身。右翼団体制規塾副長。1990年の長崎市長銃撃事件、実行犯。天皇に戦争責任はあると発言した、本島等長崎市長を銃撃、重傷を負わせた罪により、懲役12年。2002年、景気満了で出所。 2003年4月20日に統一地方選に立候補し、長崎市長を目指したが落選。2004年7月27日、吉友連合会の二人と共に、読売ジャイアンツの球団事務所を訪問し、同球団オーナーの渡辺恒夫に対し、一条事件で球団が一条へ、栄養費の名目で200万円を握らせていた件に、監視講義を行ったが返答がないとして、8月4日には、 正義塾の外戦者で押しかけ球団事務所と読売本社に抗議を行う。2003年6月下旬女性弁護士の事務所に外戦活動も行う。名誉毀損で訴えられ2004年12月6日に起訴され、思いつきの個人攻撃として2005年4月22日に有罪の判決。罰金50万円の処分。2006年4月24日には2チャンネル上に、 流されていた噂を真に受けて、ラジオ番組内で、反日的発言があったとして、事務所、タイタンの前まで外線からで押しかけた。2013年より、社会の不条理を正す会の事務局長を務める。代表世話人は、日本公民党総裁の大島隆民。2015年10月、別の右翼団体構成員の男と共に、東京都内の薬品販売店の前に押しかけて、 外戦活動を行った。暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで2016年4月に逮捕される。シリーズ、戦後60年最高北道行く道4、自由言論に覚悟はあるか西日本新聞。ありがとうございます。